皆さんこんにちは。舞台ロッカールームに眠る僕の知らない戦争で口火役を務めますあまりかなりと申します。初の、ちょっと雑誌のね、あの週刊誌の記者という役というところで、まあ、真実をね、あの皆様にお伝えしたいという、はい、そんな葛藤を抱きながら頑張る役どころではありますので、相方の三田役の、はい、と一緒に頑張って作り上げていきたいと思っております。皆さんこんにちは。舞台ロッカールームに眠る僕の知らない戦争にて、ミミタ役を務めさせていただきます佐野太郎です。そうですね、役に決まった時の感想は、僕自身初めてのストレートの舞台なのですごく楽しみでもありましたし、どんな物語になるのかなと今からワクワクしております。はい、皆さんこんにちは。舞台ロッカールームに眠る僕らの知らない戦争で、川原大夫を務めさせていただきます足立秀明です。今回ですね、お話をいただいて本を読ませていただいたんですけれども、なかなかに成瀬さんのエッジの効いた、成瀬ワールドとその中にメッセージが込められているんですが、とても興味深い、面白い作品になっております。結束し分裂し、それでも何かを変えたくてもがき続けた。大人になるにつれ、戦うことを諦めた全ての人に送る舞台ロッカールームに眠る僕の知らない戦争2024。あの時、あの瞬間、僕の中で何かが動き出したんだ。